配置中、敵の状況を把握した中隊は建物の捜査を開始します。突入する状態は総隊長木村2位が14名です。
っても本当に建設者って建物が建物の上に降りる。我が第四集会期間は総合戦闘力を発揮して敵機対艦部隊を撃破しました。日頃の訓練の成果を遺憾なく発揮し、感動精神を持って戦い抜いた隊員の側に対し、どうか盛大な拍手をお願いいたします。ご了承いただきます。